どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはドーン、世界の終わり RPG。 この曲このウクレレでギンギンに歌っちゃいましょう。こちらの曲はですね、もちろんガズレレ YouTube チャンネルで過去取り上げているんですけれども、今回ねやっぱもっとさらに分かりやすく、さらにかっこよく、さらに簡単にして、2021年バージョンでお届けしたいと思います。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。これね、結構、いけると思いますよ。初心者さんでも結構できると思います。ゆっくりやったら。そして後半のかっこいいバージョンはちょっと難しくてかっこいいバージョンです。ほんと。ね、このウクレレをこんな感じで太鼓みたいに使うっていうね、ちょっとね、新しい試みというか、これね、本当やってみると難しいんですけど、夢中になっちゃうやつですんでね、ぜひ皆さんもトライしてみてください。2バージョン、最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたかったけど、私不器用だから無理っぽいなとか、楽器、ギター一回、チャレンジしたんだけど、挫折しましたという、そういう方、安心してください。これね、ガズレレではね、そんなね、もう初心者のもう触ったこともない方がどんどんできるプログラムがあるんですよ。そのプログラムを見てるだけで、どんな人でもすぐにできるようになります。それもうちょっとしたらここにリンクあるんですけど、その先に行っていただいて、上から、動画を見ながらウクレレ触ってるだけであっという間です。このね、プログラムを見て、今全世界中の方が何万人もウクレレ始めてます。これしかも YouTube で無料ですからね。始めましょう、音楽を。はい、ここです。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた世界中にあるあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本で楽しくすぐに弾けるようにしている超簡単レッスン動画として、すでに1500曲以上もアップロードしております。皆さんこれから音楽はね、聞くからやるに変えていきましょう。さあそれではやってまいりましょう。世界の終わりの RPG、 まずは初心者さん向け超ゆっくりシンプル簡単バージョンやってみます。1 2 1 2。空は青く澄み渡り、海を目指して歩く。怖いものなんてない、僕らはもう一人じゃない。 1 2。大切な何かが壊れたあの夜に、僕は星を探して一人で歩いていた。ペルセウス、ザユウセイ君、君も見てただろうか。僕は元気あってるよ。君は今どこにいるの？ハートという悪魔に取り憑かれないで、目的という大事なものを思い出して。 1 2 3。 空は青く澄み渡り、海を目指して歩く。怖いものなんてない、僕らはもう一人じゃない。空は青く澄み渡り、海を目指して歩く。怖くても大丈夫、僕らはもう一人じゃない。RPG やってみました。ガズレレレシンプル簡単バージョン。いやーかっこいいですね。これ今聞いていただいて分かったと思うんですけど、もちろんショートカットアレンジバージョンで一番のサビとちょっとサビ繰り返したっていうことなんですけど、もうちょっとこのフルコーラスでやってみたいよという方、コード進行一緒ですんで、こう2番の歌詞とかどんどん書き足していって、オリジナルの楽譜を作って演奏してみてください。そして今のね、ガズレレ YouTube と一緒になんとかこう合わせて一緒にできたという方、いやー楽しいですよね、一緒にやると。でもですね、次のステップやってみてください。次のステップは YouTube と一緒じゃなくて、皆さんご自身、
一人だけで、自分だけで演奏してみる。これがいいと思うんですよ。で、最初のうちはやっぱり楽譜とかね、見ながらやった方がいいと思う。いずれ覚えてもらいたいんですけど、楽譜をね、最初はやっぱ用意してほしいなと思うんですけど、いつもね、ガズこんな感じで、今もこれを、このガズが手掛けて書いたノートを見ながら私も演奏したんですけど、このノートを画面に映して、こんな感じで書くのいいですよということでシェアしてるんですけど、ただいまこのサービス始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かと言いますと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の RPG を含む、ガズが今まで書いて書きまくったノート楽譜の中から毎月5曲皆さんのやってみたいな、この曲やってみたい、トライしてみたいなという曲を5曲選んでダウンロードしてすぐに練習できるという、そんな画期的なサービスなんです。もうメンバー900人オーバーでもうかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとか、いろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして、はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回のガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信の日程はこんな感じになっております。世界中からバーッと同じ時間同じ場所のオンラインで集まって大セッション、こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン、ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろう。で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね。こういうふうに分かれております。この二つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にね、リンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。そして現在、期間限定なんですけど、ガズとのね、マンツーマンレッスンっていうのを募集してます。このこと、概要欄ちょっとよく見ていただいて、ズームでオンラインでマンツーマンレッスンやってます。これはね、なかなか深いですよ。ぜひチェックしてください。それでは楽譜の方を見ていきましょう。RPG 世界の終わりセカオワでございます。はい、2021年バージョン。で、これイントロとこうフレーズって書いてあるんです。これね、後半のかっこいいバージョンでは、ここでね、ちょっとね、ウクレレを太鼓みたいに使う、表現をしてみたいと思うんですけども、後で解説していきますね。今のシンプル簡単バージョンはここから始まりましたということでございます。これ見てもらうとですね、下にこの、これ矢印なんですけど、これシンコペーションというリズムがぐーっと食い込んでくるよとかいろいろ書いてあって、こういうのはね、かっこいいバージョンでやるアレンジになってますね。今のは上の段をゆっくり四つ引きでやったということです。ここもいっぱい書いてあるでしょ、これね。こういうの。決めとかね、こんなの、後の、かっこいいバージョンで表現して、解説していきますね。なんで、これ、そんな感じで見ていただいて、これ、一時停止して、メモっていただくか、動画のテロップを一時停止してメモっていただくのもいいし、先ほど紹介したガズクラブでこの楽譜そのものをね、ゲットしていただくのもすごくいいと思うんですけど、どっちにしろね、こんな楽譜を、見ながらやるのがいいと思いますね。パッと映していきますね。はい。これ、独特の世界観なんだよなぁ。はい。で、ここ B メロ。方法という悪魔に、もう歌詞がもうすごいもん。なんかこう、考えさせられちゃう。はい。ここもいっぱい書いてあるよ、かっこいいバージョンは。シンプル簡単バージョンは、この上の段をシンプルに奏でていきましたということでございます。はい。で、最後のサビなんですけど、ここちょっと注目してください。2回繰り返すんですけど、1回目はここ、2回目の歌詞、ここだけちょっと歌詞変わるよということで、これね、弾いてもらうとわかると思うんで、こんな風に表現してます。はい。じゃあ出てくるコード見ていきましょう。この赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンなんですけれど、今やったシンプル簡単バージョンはなんと入門コード5つです。すごくない？ C と A マイナーと F、G7、E7。この5つのコードだけで今のシンプル簡単バージョンできたんですよ。これは初心者さん。これまさにこの曲でね、ウクレレ始めるのもすごくおすすめです。で、これね、まず初心者コード、入門コードのグループなんですけど、ちょっとこの赤く囲ってるところはね、後半やるかっこいいバージョン出てくるコードなんですけど、ここのね、これ以外の、この D7 と Em7 もこれ入門コードのグループなんですよ。なんで今日これ丸めて、まとめて紹介させてください。このね、今映ってるコード、この 1,2,3,4,5,6,7 個のコードは、ガズレレでは超入門コードのグループ、これです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードというのは何かというと、ウクレレで音楽始めたいなと思っている皆さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループでございます。このコードのグループ。10個もあるのと思うかもしれないんですけど、入門コードですから、1個ずつ見たら超簡単。だけど10個いっぺん
ぺんに覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるんで、私がめちゃくちゃわかりやすく解説してる、もう超いい動画ですよ。ここにリンク貼っています。この動画必見です。ここで10個のコードを覚えちゃうと、今日ね、その中で出てくるのが、だから 1,2,3,4,5,6 7個のコード覚えちゃってください。はい、まあでも10個でこれ入門コードなんですぐ覚えられます。さっきの動画みたいなね、覚えちゃっていろんな曲挑戦してほしいんですけど、今日はその中で7個出てきますよということでございます。はい、じゃあ今のはシンプル簡単バージョン、これを4つ引きでゆっくりやったということですけど、まずですね、ここで歌をしっかりマスターしてください。4つ引きでいいんで、空は青く、もうタイミングね、空は青く、このた、あとかくのところでこうリズムが変わるんだなとか、メロディーラインとかもしっかり確認して、これね、メロディーも結構ね、よく聞くと難しいです。すごく高いところから低いところまで行くんで、歌もね、しっかりこのメロディーラインを確認して、十分聞いてね、セカオワの、この音源を聞いて、自分でこう合わせてみて、そっからかっこいいバージョンに入っていくのをおすすめします。じゃあ、ここから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはですね、ガゼレレでたまに出てくる、かっこいいコードを紹介します。この2つセットですね、これね、Gシャープ星と A シャープ星ですね。あ、ちなみにさっきのか、簡単バージョンの中でも説明したんで、かっこいいバージョンでここに D7 と Em7 というコードが追加されますけど、ここは入門コードなんで、今度はコードの説明を省きますよ。はい。じゃあ、このコードね。G シャープ星と A シャープ星。これ、たまにガズレレで出てくるね、イケてるコードなんですよ。この解説をします。まずこのコードを説明するのに、まずこのコードから説明しましょう。G というコードがあります。G というコードね、ガズレレではね、なかなか出てこなくてね、G7 っていうコードが多いんですけど、一応 G の説明。ここと、ここですね。これを G というふうにしてて、ガズの基本、おすすめの押さえ方は、人差し指が3弦の2フレット、中指が1弦の2フレット、薬指が、2弦の3フレット。これが結構ガズはおすすめかなと思うんですけれども、こういう押さえ方もあります。人差し指でこの1、2、3弦をビチッと押さえて、ここちょいと叩いて、これでも全然いいですよ。どっちにしてもこの G。これ今日はこの G は出てこないんですけど、この形を覚えてほしいんですよね。この形のまんま、いいですか ?1 個だけこっちにずらすと、G シャープ星。4弦も弾きます。なんとも言えない。これがガズレレです。あ、ちなみにこの星っていうのは、ガズレレだけで通用するコード。本当はね、すごくなんか、かっこいいコード名がついてるんですけど、なんかね、こんな、ラフな感じで伝えております。で、次、A シャープ星っていうのは逆に、この、今の形のまんま、あともう2個こっちにずれます。1個、2個。はい。ここの5フレットにね、丸がついてるんですけど、ここでこれをこう作る感じ。そうするとこう。はい。G シャープ星から A シャープ星。こんな感じでセットでね、使うことが多いんですけど、今日も例に漏れずこういう感じで使っていきます。ちょっとどこで出てくるかというと、B メロの一番最後のサビに戻るとき、目的というの後、大事なものを思い出して、つったーん、つたたたた、ここ、キメも入るんで、ちょっとこの B メロの、B メロちょっと全部ちょっと解説してみようかな。あ、その前にちょっと順番を間違えたら、まあいいや。じゃあ弾き方を解説しましょう。コードの確認をちょっとしといてください。またこの後で、このパートを説明しますからね。じゃあ今日出てくるリズムの弾き方。今日は結構ね、リズムがすごいんですよ。いきますよ。ドン。まず8ビートのチャと、カッティングと、ダウンビートと、ボディヒット。一応こういう風に書いてるんです。4つ書いてあるんですけど、まあびっくりしないでください。まずね、8ビートのチャとカッティングというものだけ、解説してる動画、ここにリンクありますね。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それぞれのね、濃厚解説リズムレッスン動画がアップロードされています。8ビートのチャとカッティング、そこでちょっと見てみてください。8ビートのチャっていうのはね、なんかかっこいいリズムなんで、これぜひものにしてほしいんですけど、その動画内でも言ってますけど、8ビートという基本リズムができた上での話ですからね、それをちょっとやってみてください。そして今日このカッティングっていうのが出てくるんですよ。まずちょっと普通のやつでやってみると、今日はね、ちょっとどういう順番にしようかな。メインのリズム。今やってみますね。びっくりしないでくださいよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ね、すごいでしょ。ダッツ、ダッツ、ダッダッツ、ダッダッ、ポンポン。このポンポンって叩くのがこれ、ボディヒット。はい。で、よく弾くと、ダッツ、左手でここにダッツ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 ダッタカカッ、こんな感じでやりたいんですよ。これカッティングで止めてるんですよね。これはだからもう相当難易度が高いです。はい、しかもまたこのボディーヒットこれやりながら歌うとかですね、もう脳みそがもう散らかっちゃうぐらい、もうね、もうとんでもない脳トレ要素があるんです。あとしかもこの矢印マーク、このマークシンコペーションマーク入ってきたでしょ。
このシンコペーション、矢印マークはリズムがズコーンと前に入ってくるよというね、シンコペーションが入ってくるよという合図なんですよ。ちょっともう一回やってみると、ドン、ツク、ドン、ツク、ドン。この C の時に、ドン、ツク、ドン、ツ、C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 。ここで前にズコーンと食い込んでる。ここがね、もう今日はもう説明の順番がもうややこしいってぐらいの、感じなんですけど、ちなみにこの矢印マークは他の楽譜では出てきませんか。ガズレレの楽譜だけに出てくる表記なんでね、そこのところご確認しといてください。ちょっとゆっくりやってみようかな、もう一回。で、ここに出てくるのが8ビートのチャット、ボディヒットとカッティングとシンコペーションということになるんですよ。もう一回。これメインのサビのところですからね。ワン、ツー、スリー、空は青く澄み渡り、海を目指して歩く。怖いものなんてない。僕らはもう、今の、怖いものなんてないのところのところ、D7 が入ってくるんです。ここは、Am I not reason だったっつった D、D7 を一回だけ弾いてすぐタンタンだね。もう一回。難しいですね。はい、そんな感じで、ちょっとね、サビ、一番最初のサビを全部まとめてやってみてください。まとめてやってみます。ちょっと表記を見てて、キメとかも入ってくるんですよ。なんで、ここ、まずこのブロックだけをちょっと練習してみてほしいなというのをやります。せーの、さ、空は青く澄み渡り、海を目指して歩く、怖いもん。今の最後の G7 で、僕らはもう一人じゃない、 G7 でタッタッて裏で入る、この辺なんですよね。この辺で、CBC を2ブロック上げて、ワン、ツー、スリー、大切と入っていきます。このね、 A メロのところも全部こんな、まるっきりこのニュアンスなんですよ。これがね、まあ、まずここのフレーズをですね、ほんとゆっくり何回も練習してみるのをおすすめします。でですね、かっこいいバージョンでは、今のところのサビから始まるんですけど、その前に、ちょっとリズムのね、フレーズを加えたいと思います。ちょっと聞いててください。ワン、ツー、スリー、フォー。空は、あーっと入っていきます。これはカッティングで、チャッチャカチャッチャッチャッ。これね、セカオワのね、原曲でも、ここリズムがね、ドン、タッと、ドン、タッと、ツッと、タッと、バンバン、入ってるんですよ。これをウクレレで表現しました。全体、このリズムが、ずーっとこう、流れてるっていうイメージでやりたいんですよね。はい。これね、ちょっとね、カッティングの要素、相当出てくるんですよ。さっきもまたここでカッティングが出てくるんですけど、左手触れてるだけですよ。ほら、どこでもいいの、場所は。どこでもいい。これもカッティングの解説動画、しっかりこんなのを解説してますね。ほら、こういう音を出せるかどうか。カチャ。はい。押したら、押さえすぎると音、出ちゃうからね。これ出ちゃうから、押さえすぎ。触るだけ、触れるだけ。これで、これ C で弾いてみると、これカッティングすると、最後に、はい、これがキーポイントです。イントロでこのフレーズを入れていきましょう。そしてですね、B メロ、ほうほうという悪魔に、ここのところでダウンビートというふうに私は呼んでますけど、リズムがドーンと落ちるってやつをちょっとやってみます。ほうほうという悪魔に取り付かれないって、ここもシンコペーションの応酬なんですけど、その前、ドーンとドンチャ、ドーンとドンチャ。はい。これは、ドーンとドンチャ。これは簡単だと思うね。C で弾いてみると、ドーンとドンチャ。うんうんとトンチャトンうんとトンチャトンうんとトンチャ、これで練習してみるといいと思います。歌いながらやると、もう一回やると、ほうほうという悪魔に取り付かれないで、もう一回いきます。目的という、はい、ここダウンビート、ちょっとゆっくりドンとトンチャって、これはカラオケ行った時にドンドンウードンとか、こう80年代90年代やりたかったあれみたいな感じですね。はい。で、その後のフレーズもシンコペーション、ここでその後のところでさっき紹介した G シャープ押しと A シャープ押し、これが出てくるんですよ。目的というからやります。後半ね、 B ベルの、目的という大事なものを思い出して、ここバーン、スタタタタ、空は、あ、はい、キメと一緒にこのコードを弾くということなんですけど、その前のシンコペーションの応酬でしょ、大事なもの、あーと思って、
出してここツッツッターン、ここツッツッターンですよ、ちょっとこうドットターンってこう後でアクセントが来る感じ、ドットターンで G シャープ押し、ツッターンダダダ A シャープでツッタタタタタ、ここがね結構難しいかも。ここのね G シャープ押しのあの決めのところで、これやっぱりカッティングですね、このチャッカーのところがチャッカッパーンダダツタタタ、このチャッカッパーン、はい、カッティングもここにショットが入ってくる感じで、なかなかこの辺が、でもここがサビに行く前にすごく盛り上がるところなんで、結構ねこれキーポイントになるところだと思います。で今回のかっこいいバージョンは今見てもらった通りものすごいこう難易度がめちゃくちゃ高いので、でまずは皆さん普通の8ビートとか8ビートでのチャでこの曲全体やってみて、で自分が慣れてきた時に、今のこのかっこいいバージョンのかっこいい要素をポンポンとか入れてくるとか、カッティングを入れてくるとか、そうやってだんだんパワーアップさせていく方がいいかもしれないです。最初からこれこのままやるのはねかなりね難易度高いと思いますね。まあ段階を踏んでね、ちょっと長い、感覚スパンでちょっと考えてやってみるのがいいと思います。でやっぱりこれ演奏がすごくあの楽しくて面白いんですけど、やっぱ忘れちゃいけないですよ、歌詞の内容とか歌のメッセージ。この曲ほんとね歌詞をなんかね考えさせられちゃう。やっぱそこがもうセカオアワールドですから、そのセカオアワールドの中でこのリズムを楽しみながら音楽を一つこうね生み出していく、こういうのがいいんじゃないかなと思います。さあそれではやってみましょう、世界の終わり RPG ガズレレ流かっこいいバージョン、ちょっと高難度ですけどやってみる。1 2 1 2 3 4、空は青く澄み渡り海を目指して歩く、怖いものなんてない、僕らはもう一人じゃない、 1 2 3、大切な何かが壊れたあの RPG ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。これはか、これ難しいけど楽しい。これね、夢中になっちゃうんですよ。で、難易度高いから、まずは、あの、サビの、もう出だしの、あの、サビのところだけ、あそこだけでもね、もう集中してやってると、A メロとかはね、自動的に弾けるようになってると思いますんでね、もう何回もこう、脳トレみたいな感じで、こう、ゲーム感覚でまずはやってもらった方が、いいかもしれないですね。はい、楽しく思いっきり歌っていきましょう。あ、お知らせです。今、使っているこのガズのわがままウクレレとか、これ、リーズナブルで、使いやすい、ガズの初めてウクレレ、現在、販売中と予約受付中でございます。あと、それと、これもね、お知らせしてます。弦が発売されておりますよ。ガズレレジャンと G ラボンの柔らかいウクレレ弦。チューナーなんかもあります。そんなね、ちょっといろんなね、情報、もういろんな情報、ここにまとまってます。ウクレレなんかの情報、ウクレレや弦やチューナーの情報、ここにひとまとめにしてるんで、ぜひご覧になってくださいませ。はい、皆さんこの音楽をやる楽しさ、今度は周りの皆さんにもシェアしてあげてください。このガズレレ YouTube チャンネルもご活用、よろしくお願いします。そして皆さん、新しいガズルの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ。これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜が、そのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン、両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使ってる方は中身一緒ですね。ちょっとご確認いただきたいんですけど。そしてね、今回新たに G プレイズという新しい取り組みを始めております。これ飲食店さんだったり、宿泊施設だったり、もうあらゆる小売店さんまにちょっとあのご注目なんですけど、このガズの初めてウクレレやわがままウクレレを試奏できる場所としてとか、販売していただける場所という、もう人
が集まる憩いの場所ということもあり、でこのあのガズレレにでも少しできるなんかこう社会貢献というかその売り上げもね、そういうところに還元できればいいなというふうに思って新しく始めてるあのサービスなんですけど、ちょっとそのご案内も概要欄貼ってますんでぜひご覧になってください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできてこう一個の街みたいなイメージ、ガズレレ大学は本当ちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでねアプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにねいつもつけてるこの水引きだとかこのストラップキャップだとか T シャツとか山ほどねいろんなグッズがあるんでね、あのホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとねこれです。はい、どーん、リットミュージック社から出てるこのね信号機みたいな赤青黄色みたいなこのねこのね楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでねまあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単で分かりやすいんですね。しかも100曲入り50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフもうさらにね輝かしていきましょう。さあこれからもガズレレ YouTube チャンネルぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。